これでピーターパンともおさらばか。宿敵の最後がこうもあっけないものとは。はあ。やったぞ、あの忌々しいガキをやっつけたぞ。喜ぶのは早いぞフック。お前はさっきの、まさかピーターパンが。忌々しいガキめ。この音は。なあ、また来た。あっち行け。逃がさないぞ。宝箱？フック船長が隠していたお宝さ、僕たちがさっきいただいたんだ。うん、空っぽじゃないか。ごめんピーター、全部なくしちゃったんだ。そうか、残念だったな。いいさ、どうせ金貨や宝石みたいなつまんないものしか入ってなかっただろうしね。だからさ、代わりに僕たちの宝物を入れるなんてどうかな。それだ、金貨や宝石なんてつまらないものよりも自分が大切にしている本当の宝物だ。ペンも何か入れるかい。そうだな、じゃあこれを。なんだいそれは。これは俺の大切な友達からもらったものなんだ。思い出の宝物なんだね。いいのかい、そんな大切なもの。うん、思い出はこれからたくさん作るんだ、テラとアクアたちと一緒に。わかったベン、今度会うまでにもっと大きな箱を用意しておくから、もっとたくさんの宝物を持ってきてくれよ。うん、約束する。それなんだけど、友達の落とし物だと思うんだ、俺に預けてもらえないかな。ティンク、ありがとう。心配はいらないさ、どこに向かってもきっとその先には友達がいるんだ。王様、ずいぶん遠くまで行っちゃったみたいだね。あー、おー、王様、いてててて、
じゃないみたいだね。おお。ん？それ王様が持っていった星のかけら。王様？あ、これを持っていたミッキーのことか。ミッキーとは、あ？おい、なんだよ。